トマス・ホーキンスは、イギリスの化石コレクターディーラーである。主に、ドーセット州沿岸のライムリージスと、サマセット州のストリートの内地仕切り場で化石を収集していた。中でも、イクチオサウルスとプレシオサウルスの化石の収集で、知られている。ホーキンスは、サマセット州のグラストンベリに住み、主にストリート周辺で、時に来たは、ヨークシャーのウィトビーから、南は、 チャーマスやライムリージスまで出かけて化石採集をした。彼の化石コレクションは現在、ロンドン自然史博物館のほか、ケンブリッジ博物館、オックスフォード大学自然史博物館、ダブリントリニティカレッジの地質学博物館に所蔵されている。ロンドン自然史博物館に売却された分は、その当時リチャード・オーウェンが管理しており、オーウェンはあるプレシオサウルスの標本に ホーキンスの名前を冠して、フリーシャソリスホーキン祭と名付け、それを、その種のタイプ標本とみなした。ホーキンスは、ワイト島の化石の収集もしており、死後、ワイト島のベントナー墓地に埋葬される、ロンドン地質学会の会員。ホーキンスが所有していたイクチオサウルスの標本1832年の7月、ウアリー・アニングが、 ライムリージスで巨大なイクチオサウルスの頭骨を発見した日、たまたまホーキンスも現地に来ており、アニングからその化石を買い取った。それからアニングにその発見場所である崖のふもとを見せてもらったところ、ホーキンスはまだ全体の骨格が埋もれているはずだと直感した。果たしてイクチオサウルスの残りの骨も発見され、ホーキンスは地元、グラストンベリに持ち帰って、 全身復元を行った。この巨大イクチオサウルスの骨格は後に、博物館への売却の際に議会を巻き込む論争を呼び起こす。1833年の夏、ホーキンスはライムリージスで海水の侵食を受けていたイクチオサウルスの化石を引き潮のタイミングを見て採掘し、所有権のある地元の労働者から買い取った。ホーキンスは、 この化石にイクシアソスカープラマッカースティネスと名付けたが、この種はすでにクチオサウルスカムーニーズという名称があったため、学術的な採用はされなかった。この化石は現在ロンドン自然史博物館に展示されている。ホーキンスが1832年に発掘、復元したプレシオサウルス、仰向けの状態であり、左前ヒレが欠損しているのがわかる。1832年。 地元サマセット州のストリートで、プレシオーサウルスの骨が発掘されたことを聞きつけ、所有者である、石切港の元に行くと、採掘した骨は断片的でバラバラの状態であったにもかかわらず、それを買い取った。ホーキンスは後日発掘現場に自らをもき、残りの部分も回収し、2ヶ月かけて、全身骨格の標本を作成することに成功した。ただし、 左前ヒレが欠けている以外は、完璧すぎる状態であり、当初手にした時の断片的なコンディションを考えれば、漆喰や他の化石の骨で補って仕上げたものと思われる。後に、オーウ,ウエンがこの標本に目、プリオサウルスアモクに属する、サラチオドラコンホーキンシーという種名をつけた。ザブック・オブ・ザ・グレート・シードラゴンズのサシエ・ホーキンスは2つの著作を出版している。 創世期の記述を信じていたホーキンスは、自身が採集したイクチオサウルスやプレジオサウルスに、対して人類誕生以前の太陽のない世界を支配する、冷血で眠毛な爬虫類をイメージしていた。ザ・ブック・オブ・ザ・グレート・シードラゴンズの関東サシエでは2匹のプレジオサウルスが、暗闇の中、沿岸でイクチオサウルスと、オボ式生物を激しく攻撃している様子が描かれている。 また、ホーキンスは、こうした、怪獣は、現代生物との間には、つながりがない系統的に独立した生物であることを、信じて疑っておらず、現在の地質学的状況から過去を説明しようと、するチャールズ・ライエルの聖一説、及び種の全自的変化を見る、ジャンバティスト・ラ・マルクの生物変異説に対しては、批判的であった。タムナ・ダンテ・ソリス・プラティダンの、 骨格スケッチ化石に対する熱意は、エキセントリックと形容されることが多く、収集した化石に、ランプの素スで色付けしたり細部を装飾することもあり、アニングは、彼は、熱意のあまり、化石をありのままにせず、自分の想像するあるべき姿に作り変えるほど、だったと語っている。完璧さへのこだわりは時に、標本化する際に、他の化石や漆喰で過剰に補う行為としても現れ、 ギデオン・マンテルは、ホーキンス氏は復元しすぎる。腕、を肋骨が欠けていてもそれらを補うことを何とも、思わない。彼はそうすることで化石を権威づけるのだが、技巧をここまで介在させてしまうと疑わしいものになると、批判的に見ている。1834年、自身の化石コレクションを大英博物館に売却する際、博物館の自然史部門の管理人、 チャールズ・コーニックが巨大クチオサウルスの標本があまりにも完璧にできていることに違和感を感じ、先に出版されていたホーキンスのカタログに記載されているそれと見比べた。すると、カタログでは欠如していた右ひれや尻尾の部分が現物では存在しており、また記載では18フィートと記載されていた体長が実際には25フィートあった。詳細な検視の結果、 一部が漆喰で補填されていることが分かり、コーニックは、ホーキンスのコレクションの買い取りを強く推していた、ウィリアム・バックランドとマンテルに、この事実を伝えた。バックランドは、ホーキングの復元を以前から黙認していた立場から、事態を重く受け止めず、また、漆喰部分を色付けして展示するという案で一旦は、事態は収束した。しかし、 以前より大英博物館の運営に是正を流していた会員議会はホーキンスのコレクションの購入の妥当性を疑問視しコーニック含めスタッフへのヒアリングを行ったコーニック自身は中立的な立場を保っていたが調査委員会の報告書を読んだホーキンスは自分の名誉を汚されたと感じとりわけコーニックに対して強い怒りを表したしかしマッコアンによると 実際には、コーニックが補填に気づいた標本にはそれ以上の漆喰補填が行われており、ホーキンスが騙そうとする意図を持っていたことは、明白である。この標本は、現在ロンドン自然史博物館に、イクチオサウルスメの怪分類として、タムナダンテソリスプラティダンという使命で展示されている。マッコウン。 128AB Wise Jackson, 12,Famous Professional and Amateur Scientists, マッゴーワン、137から39マッゴーワン、131マッゴーワン、136マッゴーワン、126Cadverly, 151マッゴーワン、126から 27AB Cadverly, 104AMLing, 151マッゴーワン、123マッゴーワン、 130、136まごうわん、140から52、ありがとうございます。